はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということでコープスパーティー続きをプレイしていきたいと思います。はい、でですね、今回がチャプター4のエンド回収ですね。はい、このエンドの3と4と6かを、このエンドを回収していきたいと思います。これは一応攻略を見て、エンドは回収していきたいと思います。じゃあそうですね、そのままスタートしていきます。はい、ということでですね、今からエンドを回収していくんですけども、この名札リストのですね、ここのハテナのところ一人欠けてるんですけども、この先でこの先どこだったっけ、このプールか、ちょっと待ってください、すいません。この先にプールの更衣室があるんですけども、そこで回収できるらしいです。はい、なんだここは。はい、ということで、今イベントがあったと思うんですけども、この下ですね、今、白い影みたいなものがこのロッカーのあたりにいたと思うんですけど、これで一人回収できるらしいです。ここだ。どこ。なんだ、あった。ロッカー内に高校の制服が無造作に詰め込んでありますか。はい、ということで、これで、間違えた。はい、この新井拓也くんですね。レクサール高等学校3年2組新井拓也。死亡原因、水蓮場で死亡したが気づいていない、去年18歳。気づいていない。すごいな、どうやって死んだか分かってないんだ。はい、名札リストはこれで完成というか全部回収しましたね。はい、じゃあ次のエンド回収に行きたいと思います。はい、ということでプールサイドにですね、この火、光ってるこのアイテムがあると思うんですけども、これを拾ってですね、で、水圧調整室の鍵を手に入れました。水圧調整室？今の声、まさかあいつ、冗談じゃねえぞ。はい、ということで、前回ですね、これで僕そのままプールに飛び込んだんですけども、これで飛び込まずに水圧調整室の水を抜くらしいです。よし、はい、このまま、歩みがいるまま、排水をするみたいです。さあ、どうなるのか。すげえ音すんな。なんだ、何か詰まってる音か。さあ、戻ったらどうなっているのか。はあ、あ、そうか、これはあったな。うわあ、はあ、はあ、篠崎じゃないか。篠崎、どうしたらこうなるの。そんなに排水のあれすごいの。なんだよ、なんでこんなことに。ああ、死ぬだけ。ああ、
うなったんだ。はい、これであれですね、一つのエンドを回収したはずです。はい、ということでエンドリストどれになるのかな。あ、これか。排水口に吸い込まれて死亡ということで、エンドのナンバー4ですね、回収しましたね。あとじゃあ3と6か。はい、これを回収していきたいと思います。はい、ということで何ですかね、ちょっと待ってください。サトシが、ナオミか。ナオミを助けるシーンですね。ナオミが首を吊ってるので、それで助けようとしてるところですかね。で、これでケアブルを選択します。で、あえて、これは、足場の台を探しに行きます。はい、で出て何か道具はないか。で、まあ一応探した感じにして戻るとナオミ、助け、お前、嘘だろ。何、会わなかったのか。わあ、何回見ても嫌だな。嘘だ、嘘だ。数時間前、いつもの教室で笑っていた友達がこんな薄暗い個室で死体になって吊り下がっている。ただ恐ろしかった。その事実が怖かった。気がつくと俺は必死で駆け出していた。ただその場から死体から離れたかった。そう、なかったことにしたかったんだ。これは夢だ、現実のはずがない。だが錯乱状態はすぐに解け、俺は前回はここをもう嫌すぎて何回も何回もやり直したんですけど、まあ結局ナオミ、ナオミすまない、結局助けられないことになりましたね。お前を助けてやれなかった、俺のせいだ。俺はどうすればいい？篠原、お前まで。くそ。なんだよ。なんなんだよ！なんで俺たちが。死ななきゃいけないんだ！返せよみんなを！ちくそ！ちくそー！はい、ということで、すごいな。なんてことだ。なんて、
篠原。はい、二人が死んでしまいました。でこのまま先に進むらしいです。ゆか、ゆか、しまった、あいつ一人にしたままじゃないか。確か渡り廊下で小便するって一人で行かせたんだ。待ってろユカ、お前まで、お前まで失ったら。はい、ということでこのまま先に進んでいいのかな。確か1階から渡り廊下に行けたはずだ。1階から渡り廊下、渡り廊下は行けない。あ、廊下がない。あ、そうか、ここ壁が…なんだ、これは…なんで壁が…さっきはこの先に別館が…なんだよこれ…ユカ、ユカ、いい加減にしてくれよ。喪失感に打ちひしがれた俺は立ち上がる気力をなくし、あ、ちょっと違う、前回はこれでヨシキのパートに行ったと思うんですけども、その場にただ座り込んでいた。どれほどの時間が経っただろうか。突然校舎が大きく揺れ始めた。あ、また地震か、畜生。しゃがんでても仕方がないか。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。何でもいい、別館へ行く方法、手がかりを探すんだ。あ、このまま用務員室の前に行くらしいです。あ、あった、携帯が落ちています、取りますか。はい、で聖子の携帯を取る。これは篠原の携帯じゃないか。篠原、内容を教えてくれるのかな。これで、すまん篠原、勝手に読んでしまった。え、教えてくれないんだ結局。はい、で、この先の5の A の、この先というか、これで5の A の教室に行くらしいです。あの光、逃げてしまうから一人じゃ捕まえるのは無理だな。誰かに協力してもらわないと。で、この後保健室に行くみたいです。はい、保健室に行きました。あ、誰かいる、誰？あ、なんか別の生徒手に。すいません、喋ってる途中に喋ってしまって。なんだ、落ち着いてくれ。大丈夫か？助けて、助けて。前歯が折れてる、尋常じゃないな。俺は如月学園2年の持ちだって言うんだけど、君は？私は脈断高等学校桐崎瞳子。ああ、今まで白弾と思ってたの
白弾だったらしいですね。そうか。君はどうしてここに？あ、すいません、インターネットにあったおまじないを試したらみんなここに。おまじないか。同じだな、俺たちと。最初みんなで一緒にここ出ようって、そしたら友達の一人がゆうやがおかしくなって。あ、キザミのことだね。多分キザミゆうやだったと思うけど、急に友達を階段から蹴り落として殺して、笑いながらその死体をもてあそび始めたの。急におかしくなったんじゃなくて、多分それがあいつの本性だろ。私必死に逃げてきた。なんてことだ。みんな狂っちゃうんだ。誰も信用できない。離れろ、向こうへ行け。分かったよ、とにかく落ち着いてくれ。離れろ。なんかやばいことなってんな。はい、これでちょっと一旦セーブしようかな。はい、保健室の前まで戻ってきました。これで再度あの子に話しかけるらしいです。お前も私を殺しに来たのか。はい、これで選択肢が出たんですけども、これではいを選択すると、エンドが回収できるらしいです。はい、そんなことはさせたくない。させたくない。今日の宿題も終わってないのに殺されてたまるか。ちょっと言ってることがよく意味わかんないけど、なんで宿題終わってないのに殺されてたまるかって。この子ハサミを持ってる。なんでこれで入って行っちゃったんだよ。じゃあ松田くん。誰よ、刺さった。ごめんなさい。え、やばい、血が止まらない。やばいやばい。がっつり刺されてごめんなさいって言われた。めちゃめちゃ刺さってるけど。いってどめく切ったか。死ぬぞこれ。痛い。自分で刺しといていい。ゆうか、お前を一人に。ゆか、向かいに。ゆ
はい、お前も殺しに来たのかっていうので、はいって答えたらイベント回収でしたね。これで何のエンドになるのかな。あ、これですね。ハサミで胸を突かれ失血死ですね。はい。で、じゃあ最後のこのエンドのナンバー6を回収していきたいと思います。お前も私を殺しに来たのか。はい。で、これで E を選択します。ち、違う、落ち着いてくれ。さっき話しただろ。宿題も終わってないのに殺されてたまるか。あれ、これ一緒だな。この子ハサミを持ってる。持田くん、持田くん、あ、ごめんなさい。あれ、これ一緒か。刺されたのか、俺は。嘘だろ。いや、大丈夫みたいだ。なぜだ。あれ、ちょっと違う。胸ポケットに入れていた聖子の携帯電話が偶然ハサミの刃を受け止めたようです。あ、篠原、お前が。あ、だから持田くんって言われたんだ。大丈夫ですか。いや、やばいなこの子。自分で刺しといて大丈夫ですかって。ふざけるな。こんなハサミどこから持ってきたんだ。ハサミを部屋の隅に投げ捨てました。なんだ。ダメだ、この子はまともに話ができる状態じゃない。錯乱してるからってこと。どうすんだ、話しかけるのか。死にたくない、殺さないで。はい、じゃあどうすんの。これこのまま外に出るみたいですね。ゆい先生に会いたい。なんで突然ゆい先生。持田くん大丈夫。お、ゆい先生。ゆい先生、よかった、会いたかったよ。私もよ。持田くん、危ないところだったわね。めちゃめちゃ血だらけ。中島さんと篠原さんは残念だったけれど。なんで知ってんの。君だけでも無事でいてくれてよかったわ。先生、よく頑張ったわね。さあ、一緒にゆかちゃんやみんなを探しましょう。先生、俺も疲れたよ。え、よし、このドアを橋に使って。え、なんか新しい。なんとか脱出できたわ。あ、おおおお、下誰もいなかったかしら。そう。痛い。右腕の骨が完全に中で折れて離れちゃってるわね。痛い痛い、そんなこと言わないで。筋肉と皮膚だけでつながってる感じだわ。ひどい痛み。よく喋れんな、そんなこと。で、
うすんの？篠崎さん、岸沼君、無事で、無事でいてね。先生、今行くからね。生徒が話を聞いてくれない？誰？山崎突然出てきた。もう私どうしたらいいのか。誰？新しい人出てきたけど、なんかつるっぱけのつるっぱけとか言ったらあれだけど誰だよ。教師を続けていく自信がなくなってしまいました。初めて出てきたな、この人。珍しいハゲ方してるけど。保護者の皆様から毎日メールが届くんです。結果の出せない教師など不要だって。担任の私を飛び越えて、いきなり副担任の君にか。あ、この人があれか、2年9組の、担任の人か。山崎さん、私が出張で飛び回っていて、君にクラスを任せっきりにしているせいで。出張で飛び回ってる人が担任なの？苦労をかけてるね。すまないな。いえ、副担任としてちゃんとあのクラスを見るのが私の使命ですから。信用して私にクラスをお任せいただいているのはむしろ光栄なことなのですが、ただ最近2の9のみんなにも何を言っても冗談っぽく流されてしまうし、あまり強く言うと反発されてしまうし、多分もう私みんなに嫌われてしまっています。だけど結果は大事ですし、あの子たちには将来のためにもいい成績を取れるようにしてあげたい。ああ、先生は先生でいろいろと悩んでたのね。いい成績を。そうすれば保護者の方も。シーシード。はい。目を閉じてもう一度思い返してごらん。え？何をですか？生徒たちさ、君が毎日それこそ必死で彼らを思う気持ちに気づいている子たちもたくさんいるという事実、思い当たらないか？そうでしょうか。教師嫌いの篠崎は毎日君に質問をしに職員室に来ているし。教師嫌いなの？あの子、生徒会長なのに。不登校だった岸沼も週に4回以上学校へ来るようになっている。あ、岸沼不登校だったんだ。それが4回も来るようになったの？すげえな、それは。去年1年生の時には考えられなかった光景だ。生徒はよく見ている。君は嫌われてなどいないと思うよ。だいぶ慕われとうと思うけど。でもたとえそうだとしても、やはり結果が、成績が出せなければ保護者の方には納得していただけません。でないと私は教師として失格。確かに保護者側の立場としても学校側の立場としても成績評価はとても重要なものだ。しかしまあ、これは僕の考えだが、僕は結果と同じくらい、いやそれ以上に過程が大事だと思っている。生徒たちがたった3年間の短い期間でいかに楽しく有意義に過ごすことができたか、悩んで解決して成長して大きくなって、卒業の時に楽しかったって言わせてやるのが
授業と同じくらい大事な教師の仕事だと思うんだ。篠崎や岸沼だけじゃない。家庭の事情で塞ぎ込み気味だった篠原も中島や君と出会って明るくなった。篠原さんが隠すのがうまいだろ、あの子は。もう聖子はすごいな。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。この人すげえいい人やん。さっきなんかつるっぱげとか言ってごめんね。いや、君のような大人こそが教鞭を振るう場に立たなければいけない。誰にもバカにされることなんてないんだ。自信を持ちなさい。君は学生時代と本当に変わらないな。あ、そうか。先生も確かここの卒業生だったの。悩みがあるといつも僕のところに相談に来てくれていた。え、そしてこの人担任だったの。大きな目に涙をいっぱい溜めてね。まあ、あんまり気張るな、シシド。君もじっくり楽しむんだ。面白い連中と過ごせる貴重な毎日を。卒業の時に先生ありがとうって頭叩かれてみな。最高だぞ。叩かれすぎてそうなったのか。ちょっとやめてよそういうの。保護者の皆さんには私から一度連絡しておくよ。すげえやっぱいい先生だな。わかりやすい授業の作り方はまた明日にでも一緒に考えよう。はい。あの、うん、先生ありがとうございます。ああ、嬉しいものだね、教え子に頼られるのは。あれ、夢なんだか、いろんな夢を続けてみた気がする。え、どっから夢、ちょっと待って。どっから夢。縁起でもない、中島さんたちが命を落とすなんてひどい夢。いや、それは夢じゃないけど。私どこにいるのかしら。え？私、あのまま瓦礫に埋まっちゃったんだ。え？嘘。え？どういうこと？篠崎さん、無事に逃げられたかな。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に。ちょっと待って、これさ、走馬灯か。模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。私は少しでも先生らしくなれたのかな。まだ1年も経ってないけど。うわ、ちょっと体動かないや。下半身の感覚もあまりないし、首から下が
麻酔がかかったみたい。それにしても暗いな、寂しいな。うわあ、ちょっといや、これすげえ嫌だな。もう少し生きていたかったな。あれ、涙。もう死ぬのに出るんだ。私私ね、うちの学校の先生嫌いだけど、宍戸先生は大好き。お姉ちゃんと同じ雰囲気がするの。先生、猫飼ってるの？私、この子が欲しいんだけど、飼うの難しい？見てみて。かわいいかわいい、超丸い耳と子。あんたじゃないの。ユイ先生、そのタレタレパンダのネックレスさ、やっぱかけてんの？胸の形にさ。えてぇ、すごいパンチだ。あ、森重も出てきた。先生、私ね、私向こうに行ったら手紙書きます。これからも、大人になってもずっと私の先生でいてほしいの。いいでしょ？先生、今日は自転車のチェーン外れてたよね。俺、先生の失敗してる姿を観察するの大好きなんだよね。わあ、みんな頑張れ。わあ、これもうすげえいい先生やん。絶対死んじゃダメだよ。しっかり道を切り開いて、君たちの未来は掴むんだよ。寒いよ、お母さん、お父さん、モネちゃん。お姉ちゃん、寂しいよ。猫の名前かな。怖いよ。あ、エクストラ3が解放されました。うわー、すげえ嫌。チャプター4、エクストラエンド。エクストラエンド、はい、ということで、エンドリストの、じゃあこれが6になるのかな。生徒のためにユイの最後、はい、ということで、そうですね、ナンバー6も回収できたので、すべてのエンドを回収しましたね。この最後のエンディングはすげえ嫌なエンディングでしたね。はい、ということで、じゃあエンドもすべて回収できたので、これで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価、あとベルマークの通知をよろしくお願いします。じゃあこれで失礼します。さよなら。